高森ひかりのライトアップ TV TGK チャンネル、今回は、中山がお伝えいたします早速なんですけど、今日のですね、トレーニングの、テーマをですねいろいろと決めていきたいなと思うんですね。で、今一生懸命いろいろしてる光コーチにちょっといろいろ聞いてました。なんかいろいろこうやってるんでこれちょっとよくわかんない設定なんですよね。カメラがあらやべやべ、どうするんですか。今ですね、福岡本校に来てます。で今今ちょっとクボールの空気とか入れて用具の準備してたんですけど、まあ今中山コーチと一緒にビデオを撮ってるんですけど今日何を撮るんですかね。何を撮るんですかね、違いますよ今今日の練習のその光コーチがやりたいのをやるために内容を聞いてたんですよ。そういうことです。そしたら要は私中山から早く映像を撮れよってああそうですって言って僕がその様子を撮っとけよっていう、三脚と携帯をちゃんと Bluetooth で僕が繋いでやるという、はい、そういう設定だったわけなんです。そうですね、多分それが使われるかどうかって言ったらまた話は別なんですけど、こうやってボールの今ですね、はい、空気を入れてるんですね。今日はどんな練習をそのバックパスの処理って言ってもいろいろあるっていう話をね、はい、してたんで、どんなじゃあ練習をしたいのかというところで、いろいろ聞きたいと思ってたんですね、はい、実際にじゃあどんなことを意識してきた。どんなところまあ、でもまずは優先順位は意識してできるようにはしてあげたいです、ね、はい、優先順位を意識したい、はい、他にはまずはそうですね、あとは最終的に11対11のトレーニングの中でそこからどんな風なイメージを持ちますか。やっといて OK にしたら、ゴール1個とコーンゴール1個とデカめんでやっちゃうから、要はこうゴールを3つ置いてそこでトライするから、そんなことみんな多分できないから、多分こうそれがいいよ。通常のポジションが良さそうやね、今の感じだったら、うん、ちょっとチンプンカンプン、はい、あんま分かってないと思いますそうだね、はい、よし、じゃあ中でやっていこうか、はい、OK、はい、じゃあ、難しい件、5対3にしようかね。ちょっと人数が少ないかもしれんから、ちょっと多かったら、44プラスキーパーの 2GK で、うん、6対のボールポジション、はい、もしくは5対3のボールポジションで、はい、いかがでしょうか。了解です。わかりました。ピッチサイズ どれぐらい取れますか。ちょっと見てから。見てから。いはい。わかりました。ありがとうございます。いや、TGK じゃん。やってて。俺ちょっとドアップでやってみて。何ですか。一回ドアップで俺映したけさ。TGK とかってやってみて。どういうことですか。どういうことですか。めっちゃ恥ずかしい。TGK なんちゃらアップ。ライトアップなんかドアップみたいな。TGK ドアップチャンネル。バリはずいこれ。バリはずいこれ。何をしてるの。いやいやいや、普通に見た人はそう思いますよね。何をしてるの。ああやっぱり天気もこうなっちゃったよ。私のせいですか。誰かが泣いてるから雨降ってんじゃない。面白くないよみたいな。じゃあいいよ、もう一回じゃあちゃんと真面目にテイク3でお願いします。何をですか。そのライトアップチャンネルを。 Hi guys! TGK ライトアップチャンネル。録画されてるんですか。知らん。じゃあ録画しとうでよ。すごいよね。マジ。すごいよね。どういう。いや、すごいっす。すごいっす。すごいっすね。マジ
いじられてます。山沢君がいないから私がいじられる。撮ってると思わなかったです僕。このいじりはね、香港に来るときにちょっとお前1円玉でいいけん持ってこい。で、山沢ってコーチがおるけんそこにね、あの1円玉落としたらね、なんかギャグやってくれるけん。見ました。見た、はい、もうチェック済み。じゃあもうそこに必ず1円玉持ってきて、1円玉そこに落としたらいい。わかりました、うん。うちのコーチ、はい、ちょっと光コーチで、はい、どんなコーチですか。そうですね、子供、まあスクール生に対してとても情熱があって、いつもスクール生のことを考えてるコーチだと思います。特にどんなところがセールスポイントですかね。そうですね、まあ、声のかけ方とかものすごく聞いてていいなと思います。あ、なるほどね、はい。めっちゃ近いっす。何を聞いていくの。いじりコーチ、はい、光コーチと何回かあって、はい、どうですか光コーチ。明るいです。明るい、はい。ライトアップ TV っていうぐらいだよね。はい。近いっす。緊張してんじゃねえよ。すいません。でも他に何かこう印象付けられることとか。いや近い。選手とその厳しいだけじゃなくて明るい部分もあって、で、本当選手と近い距離感で、うん、近い距離感、はい、まあ、分かんないことあったらすごい聞きやすいコーチかなって自分的には思いました。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あ、高森光のライトアップ TV ぐらいの感覚でポーズなんです。 OK、 俺もこんな感じでいくよ、はい、これサムネイルに使ってもらうけんね。高森光のライトアップ TV。 OK。 さあ高森光の携帯で遊んでおります。やったな。で、今日はバックパス系なキックちょっとやっていきたいと思います。10本連続いけ、10本連続、10本連続いこう。はい、今トレーニングから帰ってきまして、動画を見てます。やっぱりこう見ながら自分の指導シーンとかを見て、言葉選びがどうだったのかなとか、トレーニング設定どうだったかな、投げるタイミングどうだったかなとか、いろいろやっぱ振り返りながら動画見ることで、日々自分のこう指導の精度を上げていくっていう、まあ、あとは他のコーチとかもいるんで、そういうコーチがどういう言葉使ってんのかなとか、どういうふうに指導してんのかなって見るのもすごい勉強になりますよね。選手たちが最短でこううまくなれるようにコーチたちがしっかり導いてあげないといけないと思うんで、そのためにはやっぱりできる限り自分で知識を得に行かないといけないと思うし、指導のトレーニングの質っていうのもどんどん上げていかないといけないと思うんで、それに必要なことは全てやっていかないとなっていうふうには思います。はい、そのためにやっぱ練習前にもいろんな話をしますし、練習後とか練習、まあ、練習後とかにもいろんな話をしますね。それだからまあでも中山さんから盗めるものはもう全て盗んで、どんどん盗んで、まあよりねスクールのトレーニング質が上がるようにということでやってます。はい、これからもガンガン選手たちが上手くなるように、私がまずはガンガン頑張りたいと思います。高森光のライトアップ TV。